こんにちは、ゴールデンウィークに入った翔太です。家にいるとですね、なんか鼻がムズムズするんですけど、花粉だと思っていたんですが、もしかしたらハウスダストかもしれません。今回なんですけど、東博のですね、性能解説やっていこうかなというふうに思います。正直ですね、まあちょっとこのキャラクター単体で見たら別にぶっ壊れではないとは思うんですけど、このローコストっていう観点で考えるとぶっ壊れのアタッカーだなというふうには個人的には思っています。まあ、結構ですね、ローコストのキャラクターってサポーターだと結構いい性能で来るキャラクターっていうのはいるんですけど、まあ座敷わらしであったり、あと誰かな、ちょっとパッと思い浮かばないんですけど、まあウッドハートとか、ローコストで、まあ、サポート系のキャラクターっていうのはですね、結構 MR アバターで化けたりするんですけど、アタッカーでなかなか壊れるというか強くなるっていうことはなくて、まあ、タリエシンとかリカとか、まあ、ちょっとパッと思いつくキャラクターはあんまりいないんですけど、そういったキャラクターっていうのはですね、まあ、連携スキルを持っている場合はそっちで使えることっていうのもあるんですが、アタッカー性能としてはですね、少し微妙っていうかキャラクターがですね、まあ、かなり来ていたというふうな印象です。今回の東博はアタッカーとしても普通に使えるんですよね。普通に使えるというか結構強くて、しかも連携スキルも強いっていうところで、まあ、アタッカーの中でかなり強力な感じで来てくれたなというふうに思っています。まず奥義から見ていこうと思うんですけど、東博、細分岐、細川か、で送信で、攻撃力 3% 状態状態攻めし 3% とで、小松姫、東博、賞金、巨有で筋力、敏捷、知力値、レベル ×20 ですね、開くことが、できます。まあどちらもですね、強力な奥義ではあるんで開けると嬉しいところではあるんですけど、まあ上の奥義は細分岐取っていれば開けるかなと思いますけど、下の奥義はちょっと小松姫次第かなっていう、まあ賞金もか、次第かなってところがあるので、ちょっとなかなか難しいところはあるかなというふうには思いました。それではですね、今回の目次になるんですけど、まあ、このキャラクター連携スキル持っているので、まず連携スキルについて話します。でパッシブ4の性能について話して、スキル1、スキル2、パッシブ、取るべき人、最後にまとめをやっていこうと思います。それではですね、まず連携スキルの性能についてです。今回なんですけど、連携スキルとしましては、主体副将の状態状態性無視が 35% 増加、で血清の生後状態と、花言葉生後状態が解除されない。で武将に有効なんですけど、主体副将の HP 上限が 15% 増加、回避値がレベル ×150 増加というふうになっています。ちょっとですね、先ほどですね、荷物が届いたんですけど、ちょっと目の前で落とされてしまって動揺していて、ちょっと頭の中がすっきりしていなくて申し訳ないんですが、強みとしてはですね、無条件で状態状態性無視 35% 増やすことができると。まあ、この 35% っていうのが絶妙かなと思っていて、65% のキャラクターにつけると、まあ 100% 状態状態性無視になって、今までですね 65% だと心もとなかったキャラクターも、まあ 100% になることで、罪悪を付与することができるようになったりだとか、100% のキャラクターにつけてもいいかなと思っていて、まあ、最近だとですね、状態状態性が 100% を超えてくるようなキャラクターっていうのもですね、結構、まあ、最近に限らないか、まあ、ちょいちょいいるような、環境になっておりますので、 100% でもちょっと物足りないというところで、まあ、100% のキャラクターですね、オーディンとかかな、そういったキャラクターにつけてあげると、まあ、135% になるかなというふうに思いますので、それもありかなと思います。というか結構そっちもそれがありかな、個人的にはちょっと 65% のキャラにつけてももったいない気もするんで、一応 0% のキャラクターにつけても今までもう全く付与できなかったんですが、まあ、35% 分増やすことによって、罪悪をつけることができるようになる可能性はあるので、まあ、別に誰に罪悪キャラクターであれば誰につけてもいいかなとは思います。でさらに血清と花言葉も解除されなくなるというところと、武将につけることでステータスもアップするよっていうところがありますので、一番ですね、相性が良さそうなのはアーサー王、猛角、などになってくるのかなというふうに思います。
まあ、ただ弱みというか、なんていうかなんですけど、すべてを有効にですね活用しようとすると、正直キャラが絞られてしまうというところがありまして、まあ、正直あまり気にせずですね罪悪持ちに、つけていただければなというふうに思います。まあ持っている方はそれはもちろん血清を自分に付与するキャラであったり、花言葉を自分に付与できるキャラクター、かつ武将で罪悪状態を敵に付与するような感じのキャラクターにつけてもらうのが一番いいんですけど、まあ、タンクとかであれば反射の時に流血を付与したりとかあるんで、そういったキャラクターにつけるのもいいと思いますし、まあ、朝王であれば血清、猛角であれば花言葉みたいな感じで、まあ、選べばそういったキャラクターはいるんですけど、まあ、ちょっとなかなか絞られちゃうってところもあるので、まあ武将で罪悪キャラクターであれば、まあつけてもいいのかなというふうに個人的には思いました。まあ血清とか花言葉に関しては別に自分が持ってなくても味方が付与するパターンもあるかなというふうに思いますので、その辺ですね、自分の手持ちと見比べてもらいながらやってもらうのがいいのかなというふうに思います。それではパッシブ4の性能について見ていこうと思います。過去最高に長いですね。初めてですね、初めてじゃないか、なんかものすごい、でも久しぶりに1画面に収まらなかったんで、これがやべえなと思いました。それではやっていきますけど、自身の状態性無視 100% まず増えます。なんでまあ、このキャラクター撃砕付与していくんですけど、状態性無視 100% で付与できると。あとあれか、戦闘終了前ですね、自身が解除不可の援護生後になると。もう7周年終わってからですね、基本的にはもう解除不可の生後状態に入る、もう戦闘終了前ですね、特に。解除不可の援護生後に、援護生後というか、生後状態に入るキャラクターばっかりになりましたね。もう、アバターであれ、マルセイであり、ちょっとこんな感じのキャラクターばっかりです、最近。援護生後の状態になってダメージ 50% カットで、ダメージ反射 60% 増加で、命中された時 50% の確率で一旦の枝敵を流血罪悪にすると。まあ、これが状態性無視 100% でできるので、めちゃめちゃ強力だなというふうに思いました。で、さらに、いや、なんかここまでだとそんなかなと思っていたんですが、さらにですよ、さらに出陣時自身が5ターン内で踏破生後になって4ターン結成生後になると。で、踏破の効果としてはダメージ 15% かける踏破の、ターン数減少。なんで、まあ5ターンなんで最初 75% カットです。なんで、まあ 75% と 50% カットで、87.5% ダメージカットとなります。でさらに状態性 10% かける踏破生後の残りターン数増えるんで、まあ、50% 状態性がある状態、まあ、これは正直言って低いと言わざるを得ないかなと思います。で血清としては自身の HP 上限の 40% 分の、ダメージを吸収なので、まあ出陣した段階でいきなり 140% 分の HP を持っているような状態になると。で面白いのが踏破生後のですね状態中、自身のダメージ反射が20から 120% 増加、でダメージ反射が少ないほどダメージ反射が高くなる。で踏破はですね一応6ターンまでターン数伸ばすことができるものになりますので、6ターンだと 20%、 1ターンだと 120%、20% ずつですね、まあ、反射のダメージが伸びていくと。で 120% になるとですね、もともと援護生後で 60% 上がっているんで 180% ダメージ反射になりまして、今まで一番高かったのってアウグストゥスの 165% だったかなと思うんですけど、それよりも高くなっちゃうっていうですね謎現象が起こります。まあ、ただあれどうだったっけ、大学館の用って確かダメージ反射上げることができたような気がしますので、それを含めてしまうとアウグストゥスの方が優秀だったような気がします。ちょっと今手元で確認しようと思っているんですけど、確かそこに大学館のところにあったような気がするので、まあ、ちょっとそこに関してはですね、なんか違うような気がするんですが、軍のキャラクターなんですよね、この東博っていうのは。で軍のキャラクターは HP 吸収が上がるんですけど、陽のキャラクターはダメージ反射が上がるんで、まあ、ちょっとこの大学館次第では逆転されちゃう可能性はありますけど、まあ、単純にですね副将のスペックだけで言うと一番ダメージ反射が高いキャラクターという個性があるキャラクターになったんで、めちゃめちゃいいと思います。でさらに自身の東博生後は解除されないと。で味方の血清と花言葉生後も解除されないというところなんで、もこのキャラクターは出陣した段階で剥がれない生後3つですね自分に付与した状態で出てくるという風な状態になります。でしかもですね毎ターン行動後2ターンの間に、自身が花言葉生後になるんで4つですね生後状態を付与して、それが全て解除できませんよと。やべえないややべえなと思います。で自身の踏破生後の、残りターン数ですね1の場合は行動後残りターン数が変化しないというところで、踏破って生後状態なんで普通にですね生後状態なんでっていうかターン数が短いので、
ターン経過で剥がれてしまうという弱点があったんですけど、あの1ターンの時はですね、もうターン数変化しないというところで、この等波ですね、もうあのターン数で剥がれるということもないです。で1ターンの時はあのダメージカットはですね 50% と 15% ダメージカットになってしまうので、あの正直そんなに強くないんですけど、その代わりダメージ反射が 180% になるというところで、あのダメージカット率とダメージ反射率のですね、バランスっていうのがめちゃめちゃいいキャラクターとしてやってきてくれました。はい、これでももう私はお腹いっぱい、いやまあ復活は欲しいなまあ結構お腹いっぱいなんですけど、まだ半分です。残り半分がこちらになります。自身が致命傷を与えるたびに自身の踏破の残りターン数ですね、プラス2されます。なんで踏破ですね5ターンで入るキャラクターになるんですけど、6ターンに結構なるんじゃないかなと。まあ、火力どれぐらい育成するか次第ですね。火力ガッツリ育成する方はですね、もう踏破のターン数基本6ターンで、6ターンになると、90% ダメージカットと 50% ダメージカットで 95% ダメージカットになっちゃうんで、めっちゃ強いんですけど。あ、で、これ反射でもいけんのかな？なんで、反射が 180% っていう状況はあんまり長続きはしないですね。基本的にはダメージカットが高くなる方向になっちゃうんじゃないかなというふうに思います。でさらに異常状態を2つ解除して、優先的に流血を解除した上で 20%HP を回復することができると。このキャラクター異常状態解除ですねちょいちょいついてるんですけど、全て流血解除を優先してくれるようなものになってから回復するという風な挙動になりますので、まあ、流血って、まあ、50% 解除負荷はありますけど、基本的には剥がれるものになりますので、これで解除しながら回復することができると。で、毎回回復後、アクティブスキルを含む、回復量が HP 上限、減少分を上回る場合で、4ターン内で結成成功になって上回るダメージを吸収することができると。まあ、このキャラクター致命傷を与えるたびに回復することができますし、アクティブスキルも1、2、どちらを打った後もですね、回復することができるので、結成成功にも基本的に入ることができるキャラクターになっています。で、自身が撃破された時、4回まで復活可能。まあ、4回って、かなり多いですよね。こういったキャラクターだな、2回ぐらいに調整されてもおかしくないかなと思っていたんですけど、なんと普通にですね、あの今のあの前線のキャラクター4回復活のキャラクターも結構多いんですけど、それと同等の復活回数で、まあ、しかも復活後 100% の HP を回復と。で5ターンの踏破と4ターンの狂乱ですよ。いやこれ最後の最後に、いやもうここまででめちゃめちゃ強いんですけども、ここに狂乱ついてるんですよね。やばい、やばすぎます。狂乱に入ると、まあ、全ての攻撃が必中クリティカルになって、異常状態にならなくなると、まあ、ちょっと今は最悪状態になるっていうのがあるんですけど、まあ罪悪とかデバフになることは、まあ、なくなります。で、まあ、この狂乱に入ることで、まあ、踏破でですね、状態性上がるっていうのが少なかったんですけど、まあ、一回復活してしまえば、もうその後は基本的に狂乱ですね、立ち回ることができるので、まあ、あんまり状態性が低いっていうのは気にならないかなというふうに思います。まあ、出陣した時ですね、少し気になるっていうふうなぐらいです。で、まあ、さらに、決戦成功にもなると、まあ、この辺の性能は先ほどと一緒なので割愛しますけど、いやー、やばい、狂乱までついてる。で、まあ、これがですね、まあ、うまく使えば、まあ、戦役でですね、狂乱キャラクターとして使うことができるっていうところで、まさかのですね、誰でももらえる、まあ、他のですね、ローコストキャラクターと違って、東博の場合は、ログインというか、ゲームを始めればいつゲームを始めてももらえるっていうところが、特徴かなというふうに思っていて、まあ、座敷わらしとか、ウッドハートとか、まあ、そういった、季節限定というかのイベントの UR1000 のキャラクターたちって、その時に始めてないと無料で取ることっていうのはできないんですけど、まあ、このキャラクターに関してはですね、いつ始めても無料で、まあ、1週間ログインすれば、UR1000 まで、ゲットすることができるというふうなキャラクターになっているので、誰でも取れるキャラクターで、この、性能っていうのは本当にやばいなというふうに思います。いや長強みとしては状態性無視 100% で、戦闘終了まで援護と。まあ、なんで本田忠和と組み合わせる必要ないっていうのはいいところですね。いいところなのか悪いところなのかは分かんないですけど。で 50% ダメージカット、反射 60% で、出陣時5ターン内で踏破と、4ターン結成で 15% から 90%、踏破でダメージカットできる。で 10% から 60% 状態性上がると。で 120% から 20% ダメージ反射に、上がるというふうな感じです。
で自分の党派味方の結成花言葉は書いて不快になると、まあこれが味方のっていうのが偉いですね、で毎ターン行動後2ターンの間花言葉を自分に付与して党派のターンっていうのは1より下がることはありません、で致命傷を与えるたびに党派のターン数はプラス2されて異常状態2つ解除して 20% 回復で回復時 HP を上回った分は結成となると。で復活4回で 100% の HP と、党派と狂乱と、結成に入ることができます。いや、てんこ盛りです。めちゃめちゃやばいです。で、硬すぎるし、硬くないときは反射がやばい。狂乱もやばいです。まあ、やばい、やばい言って申し訳ないんですけど、このキャラクターはめちゃくちゃ強いです。はっきり言って。狂乱キャラって、多少弱くても、ね、いや、狂乱キャラでこの硬さでしょ。いや、やばいと思いますよ、普通に。狂乱キャラってなんかそれだけでも 1,2 段階ですね、なんか格上の存在として扱っていいかなと思っておりますので、かなり強いです。私マジで取ろうか迷ってますね、このキャラクターは。まあ、まあただ来週ですね、来週っていうか多分火曜日に5月、4月の月末キャラクター来ると思うんで、まあそれまでは待っていいと思いますけど、やばいっすよこれ本当に。やばいやばいで申し訳ないです。で弱みとしては狂乱に入るタイミングですね。闘技場だと気にならないんですけど、戦役ですねに関しては1回落ちないといけないと、1回落ちないといけないんですけど、 50% と 75% ダメージカットがあるんで、 87.5% ダメージカットがある中で落ちないといけないっていうことになりますので、特に右側の装備ですねっていうのはもうつけることはできないと思った方がいいかなと思います。左側の装備の、はつけないといけない、攻撃力上げないといけないですし、防御貫通上げないといけないですし、物理回心ダメージも上げないといけないと思うので、左側の剣と盾と指輪っていうのはつけてあげないといけないんですけど、盾もですね、めちゃめちゃ弱い装備をつけた方がいいと思いますし、まあ、武器に関してもまあ武器か、まあ武器だけですね、実質、まともな装備をすることができるのは、もう耐久上げちゃうと多分落ちなくなっちゃうので、そこが結構難しいですね。あと190ステージまでは敵の攻撃がランダムなんで、確定で狂乱に入ろうと思うと、もうこのキャラクター1体ないし2体ぐらいで、立ち回らないといけないという風になってしまうので、まあそこもちょっと厳しいかなという風には思いました。まあ、まあでも、あと復活に入ってしまうので、まあ、ちょっとバッファーと組み合わせるのも結構タイミングがシビアになるかなというふうに思いますね。191以降は敵が全体攻撃をしていくんで、耐久さえ落としきれていれば確定で、狙ったタイミングで狂乱に入ることはできると思うんですけど、ちょっと190までは、まあ、ちょっと、まあ、このキャラクター命中とかもないので注意が必要ですけど、まあ、ちょっと自前の命中で、なんとかしていくしかないのかなというふうには思います。191以降は確定で落とすことができれば狂乱で分回すことはできるかなというふうに思いますね。でまあまあ、状態異常耐性ですね、出陣時に関しては低いです。まあ、早く狂乱に入ってですね、その辺気にしなくてならない状態で立ち回りたいのかなというふうに思います。それではスキル1の性能です。敵5名に、800% の物理ダメージと筋力値の16倍、あ結構高いな、で攻撃力の 60% ダメージが入ると、残り HP パーセンテージが最も低い敵を2回追加攻撃する、なんでまあ5名と2回で7回攻撃になります。でこれちょっと少ないんですけど、追加発動があるので合計10、まあ5名 ×2 と4回攻撃になるので、攻撃回数は申し分ないと思ってます。毎回攻撃前、100% の確率で敵の輸液状態あるいは整合状態を2つ解除、なんでまあもう整合状態は当たり前のように解除します。で自身の残り HP パーセンテージが敵より高い場合はダメージが倍なんでやばいんですよね。戦役適性がめちゃくちゃ高い、ダメージ倍と必中クリティカルがつくっていうことは、まあこのスキルの中にダメージ倍があるっていうのは非常に有効にて、戦役においてはまあ暴走付与するのと同等のですね火力アップが見込めますので、かなり強力かなというふうに思います。スキル2の方もダメージ倍がついているんで、ここに関してもかなりやばいの、やばいっす。で自身が狂乱状態の場合は必ず会心攻撃、必ず命中と、で全ての攻撃を4ターンの間味方の組を下投げ成功にして、自身の異常状態は2つ解除して優先的に流血を解除して総ダメージの 35% の HP を回復と、
ありますので、まあ、白線とかで反射で落ちるってこともないかなと思います。で、敵を撃破できなかった場合はこのスキルを1回追加発動することができると。まあちょっと範囲攻撃になりますので、まあ、ちょっと白線とかだと弱いキャラクター倒しちゃって追加攻撃しないとかあるかもしれないですが、まああと5名攻撃なんで基本的に弱いキャラ混じっていたら攻撃してしまうっていうところもあるので、まあちょっとそうなったら、まあ、追加発動はできないんですけど、まああとそうですね、まあ戦役においてはですね、まあ倒すか倒さないかっていうのはですね、まあ敵次第かなというふうに思いますので、敵次第というか、まあ全体の全体、まあ、スキルにはもうこのキャラクター火力しっかり出していけるキャラクターになりますんで、まあ別にスキル1で追加発動しなく、まあちょっと戦役の場合はこの2回攻撃のところで倒してしまう可能性があるので、まあそういう意味で追加発動できないこと可能性はあるかなと思いますけど、スキル2もあるので、そこはあまり気にしなくてもいいかなと思ってます。ダメージとしては 5600% と筋力値の112倍、攻撃力の 420% にですね、 HP で勝っていればダメージ倍になるし、狂乱であれば必中とクリティカルで 1.5 倍になる。で、敵を撃破できてないと、追加発動することができるので倍になります。なんで合計すると6倍にまで伸ばす可能性っていうのがありまして、火力を6倍にするとですね、ダメージとしても3万パー超えてきたり、まあ筋力値のダメージも700倍近くなったり、攻撃力ダメージも何倍だ、2500%とかになったりするんで、めちゃめちゃですね、強いっす。火力も申し分ないかなと思ってます。まあただコンボが決まらなかった時はそんなに大したダメージは出ないので、そこは注意が必要かなと思います。まあ強みとしては普通に全部決まればかなりの火力で、しかもこれが必中クリティカルっていうところがですね、やばいっすね。ダメージ倍になると。で、聖域でこれ必中クリティカルダメージ倍出るならめちゃくちゃ使えます。で、回復もついているのでめちゃくちゃいいと思いました。弱みとしては、まあ、特にこのスキル1どうかな。まあ場所次第ですね。まあ戦役の場合は本当に気をつけてないと狂乱に入れないっていうか、もう育成をどこまでしたかっていうので決まってしまう部分もあったりするんで、ちょっと闘技場で使うなら育成したいと思うんですけど、それをしてしまうと多分戦役で使えなくなっちゃうんで、そこがちょっとかなり注意が必要ですね。戦役で使いたいならもう育成は控えておいた方がいいかなと思います。下手に装備の育成は別に、ね、ダウングレードすることはできるんですけど、育成弾とか与えてしまうと、もう初心追走ぐらいでしか戻す手段がなくなってしまうので、7覚醒しないといけないキャラクターになりますので、それだけして、ちょっと育成弾はあまり使わない方がいいかなとは思いますね、個人的には。攻撃を受けた時に中途半端に HP を削られると、まあ、あと注意が必要かなというふうに思います。ダメージ倍の条件が自分の HP、パーセンテージが勝っていないといけないので、そこは注意が必要かなというふうに思いました。続いてスキル2の性能になります。残り HP パーセンテージが最も低い敵を8回攻撃 で毎回 800% の物理ダメージと筋力値の12倍、攻撃力の 80% ダメージが入ると。毎回攻撃前、自身の筋力値が敵より高い場合は 100% の確率で2ターン内で敵を撃砕罪悪にすると。まあ、筋力値勝っている必要があるので、ちょっと闘技場だと武将相手はきついですね、正直言って。筋力値このキャラクター低いんで、まあそこはちょっと気をつけてほしいですけど、まあ、筋力値が高くないとそもそも付与ができないので、状態状態性が上がるとか無視が上がるとかではないので、武将相手はちょっときついかなと思います。で、物理と砲術防御力を 80% 減少、会心攻撃された時ダメージを 25% 増加、敵の残り HP パーセンテージが 50% より高いと敵の状態状態性を 65% 無視、で 50% より低いとダメージが倍になるという風な感じです。まあ、ちょっとここの 65% 無視は一応これで戦役で覚醒させなくても使えるっちゃ使えるんですけど、まあ、結局1名ずつにしか攻撃していかないので、まあ、撃砕をばらまくことはできないので、まあ、そこはもう165% 無視になるっていうところで、どっちかというと闘技場で撃砕を付与しやすくなるのかなというふうには思いました。で、敵の残り HP が 50% 低い場合はダメージが倍になるというところで、まあ、こっちですね、戦役においてはメインで考えていくのは、で狂乱だと必中クリティカルになります。で、全ての攻撃後4ターン内で味方6名を攻撃成功にして、まあ、また異常状態を自分の異常状態を2つ解除して優先的に流血解除で総ダメージの 35% 分の HP を回復と。めちゃめちゃいい感じ。
ダメージとしては、6400% と筋力の96倍、攻撃力の 640% と、で敵の HP が 50% 以下ならダメージ倍で、狂乱であれば、まあ、基本狂乱でしょうね。スキル2を打つときだったら、まあ、必中クリティカルで 1.5 倍になります。まあ、スキルの追加発動というのはないんですけど、まあ、こちらもですね、火力3倍に伸ばしていくことができるのでかなり強力です。まあ、攻撃力が上がるとかそういったものは筋力値には影響しないんですけど、このキャラクターはダメージ倍とか、まあ、クリティカルが出るとかそういった感じなので、ちゃんと筋力値のところもですね、火力が上がるっていうのがスキル1スキル2どちらも強力だなというふうに思いました。強みとしては一応ですね、覚醒させていなくても撃砕付与できる可能性がありますが、ありますがって感じではあります。で、覚醒させていれば、まあ、165% 状態上耐性無視すればさすがに付与できるかなと思いますので、もうほぼほぼ付与できるかなと思います。まあ、100% 無視でも結構付与できるとは思いますね。で、まあ、必中クリティカルのですね、撃砕アタックをですね、戦役で可能となっておりますので、いやこれめちゃくちゃ強いですよ。あの、実ら上は3、あの、まあ、火力3倍まで伸ばせますねって言ってたんですけど、ここに撃砕が乗るんで、3倍どころの話ではなくなるかなというふうに思います。まあ、クリティカルが出るとさらに 25% 火力上がるんで、まあ、それを入れるとまた話変わってきますね、よくよく考えてみると、はい、っていうところで、これもかなり強力なんですよね。まあ、スキル2が本番かなと思います、戦役で使う場合は。なんでスキル2に入る前に、なるべくじゃないな、もう絶対狂乱に入っているような環境を作り出す必要があるかなと思います。まあ、ちょっと狂乱に入るときやらしいのは復活を挟んでしまうので、まあ、先ほども言いましたけど、バッファーをどこに置くのかっていうところが結構難しさはあるかなと思います。弱みとしては筋力値で勝っていないとそもそも撃砕付与っていうのはできないので、まあ、闘技場においてはですね、なかなか厳しいかなと正直思います。あの、武将相手には、あの、このキャラクター筋力値のパッシブかなり低い部類のキャラクターになりますので、まあ、ちょっと正直勝つことは難しいかなと思いますね。パッシブの性能ですけど、攻撃力 65%、 会心値レベルかける 380、 HP 65%、 物理防御貫通1200、筋力値の2倍分筋力微炎症ダメージカットで、防御貫通レベルかける12、体力レベルかける300で、 MR の武器に筋力レベルかける260、攻撃力 19%、 物理防御貫通1000、UR 線の武器に筋力レベルかける240、攻撃力 17%、 物理防御貫通900となっています。まあ、ちょっと筋力値ここにあるんで低めです。強みとしては今の基準でですね、来てくれました 65% とかの、パッシブで来てくれたので、まあ、武器以外のところはですね、まあまあまあいいかなと思います。弱みとしてはですね、まあ、パッシブですね、まあ、特に筋力は強いとは言いにくい。あと、ちょっと物理防御貫通が固定値というところは残念なんですけど、まあ、UR 戦武器であっても2100ですね、物理防御貫通あるんで、まあ、結構、まあ、レベルかける15で2100達成しようと思うとレベル160にならないといけない、合ってる、160140か140ですね、にならないといけないっていうところがあるので、まあ、固定値にしては高いかなというふうに、まあ、思ってはいますが、まあ、レベルかけるであってほしかったなっていう気持ちはありますね。まあ、あとちょっと7覚醒は絶対しないといけないかなと思いますので、まあ、そこも弱みといえば弱みかなと思います。神髄炭を使わないといけないっていうところです。で、取るべき人になるんですけど、あの、正直ですね、みんな取ってもいいかなと思っていて、その理由としては課金者であっても、あの、まずキャラクターとして高耐久高反射のキャラクターになりますので、まあ、反射キャラクターですね、反射対策のキャラクターっていうのは結構いるんですけど、最近だと増えてきてはいるんですが、まあ、それでもですね、反射ダメージに対策できていないキャラクターっていうのもいっぱいいるわけで、そういったキャラクター相手にはですね、この反射ダメージ 180% っていうのはめちゃめちゃ強力だなというふうに思います。まあ、あと別に、あの、メインのキャラクターとして使わなくても連携がめちゃめちゃ強いので、そういった面でも別に課金者でも十分に使える性能ではあるかなというふうに思います。で、あと、まあ、無備課金の方なんですけど、あの、今ですね、まあ、まずメインとなるようなキャラクターが持ってない方はもう取っちゃっていいかなと思います。あの、もちろん元宝3万とか4万元宝消費することにはなるかなと思いますので、願い返しの分は残してほしいとは思うんですけど、あの、このキャラクター取ってもらうとですね、もうずっと使えるキャラクターになるかなと思います。あの、 UR 線まではログインしているだけでもらえているかなと思いますので、
まあ、そういった意味でもですね、めちゃめちゃおすすめです。もう取ってしまっていいかなと思います。戦役でも使えますし、まあ、最終的にですよ、使わなくなっても連携で使うことができますので、腐ることはまあよっぽどないかなと思います。でもう私自身もですね、正直取ろうか迷っているレベルのキャラクターになりますので、まあ、UR 戦まで持っているっていうところも大きいですし、迷うレベルのキャラクターなんで、ちょっと皆さんですね、一緒に迷いましょう。めちゃめちゃおすすめです。最後にまとめになるんですけど、めちゃくちゃどこでも使えるキャラだなとは思いました。戦役ボスはまあちょっと狂乱に入れるかは肝ですけど、狂乱自体に入ってしまえばもうぶっ壊れキャラクターです。で闘技場に関しても別に反射キャラクターとしても強いですし、まあ狂乱に入ることができるんで、デバフ系もまた食らわないということを考えるとかなり強力だなというふうに思います。でまあ連携、まあ白星に関してもですね、回復ついておりますので、十分にですね反射で落ちるってこともないかなと思います。強みとしては、まあ、狂乱にさえ入ることができれば、まあ、戦役でめっちゃ強いです。で反射キャラクターとして闘技場で使えます。連携スキルも優秀なんで腐りにくいと。弱みとしては、まあ、ちょっとこれどこで使うかははっきりさせておかないと難しいなと思っていて、戦役で使うと決めたのであればちょっと育成ができなくなりますので、闘技場で使いにくいと、まあ、ちょっと装備だけでなんとかしないといけなくなるんで、ちょっとそこが難しいかなと思います。まあ、逆に闘技場で使うってなって育成してしまうと、戦役で落ちなくなってしまうって、狂乱化することができなくなるっていうところがあるんで、まあ、ちょっとですね、そこはですね、はっきりさせた方、自分の中でどうやって使っていくかはっきりさせた方がいいかなと思いました。まあ、戦役キャラクター持っていないのであれば、私であれば戦役として使いたいので、まあ、育成はせずに、まあ、闘技場では連携スキルのキャラクターとして使うと。で、まあもう戦役ですね、十分回せているよって方はですね、まあ私であればもう普通に育成して入れちゃうかな、パーティーに、っていう風な感じかなというふうに思います。まあまとめとしては、ローコストアタッカーとしては最高レベルのぶっ壊れと言っていいんじゃないかなと思います。まあ全体としてぶっ壊れではないですけど、ローコストアタッカーとしてはもうぶっ壊れと言っていいでしょう。まあ個人的にはですね、ちょっと取りに行きたいなというふうには思っています。まあちょっと月末キャラクターが来週来るタイミングなので、まあさすがにそこまでは待った方がいいと思いますので、まあ月末キャラクターを見てですね、みんなで決めていけばいいかなと思います。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。